皆さんこんにちは。今回は3キロの実況をしていきます。1局目は角換わりの将棋ですね。角換わりでこっちが4号桂速攻を使った将棋になってます。序盤は自然な出だしですね。角を取って同銀 でこの後攻め駒を使っていきます。で歩を突いて、この後桂馬を跳ねていって、こう速攻で仕掛けていくっていうのが4号桂速攻ですね。相手の方は端歩受けるでもあったと思うんですけども、受けてこなかったので、こっちは突き越して、で早速仕掛けていきました。これ攻めてどうなるかっていうのをちょっとやってみたかったので攻めてみました。相手の方は上に逃げてきたんですけども、ここでこっちがどう攻めていくかですね。本譜は単に角を打ちました。これで次に2四歩同歩同飛車として2三歩と打って受けてきたら同角成として攻めていく狙いですね。またこの攻め行く前に端歩を突き捨てておくような手もあったかもしれないですね。で桂馬跳ねてきた時にもう攻め合いで行きました。でここで2三歩と打ってくれば同角成なんで、相手の方は2二歩と下から打ってきたんですけども、こちら2三歩と打ってこじ開けに行きます。角を打つ手には、これ飛車取りになってるんで飛車を逃げておいて同角ですね。ここで2三歩と歩を取ってくれば同角成行く予定ですね。で7七桂成と銀を取ってくる手もあるんですけども、それには1回同桂と取っておいてどうかっていう局面かなと思ってました。本譜は相手の方は1回桂馬を取ってきて、こっちは同角と取ったんですけども、これで桂馬を手にしたので相手の方はここで3六桂と打って銀取りにしてきました。でこれ銀取りなんですけども、真の狙いはこっちが2二歩成とと金を作って攻めた時に2八歩と打って飛車取りにして、こう飛車の利きを止める手が狙いですね。これがただこっちはもう踏み込んでいきました。金を打って玉を逃げるんですけども、これ逃げるしかないんですけど、角取ってどうかっていう感じですね。これで次に5二とと金を取って攻める手を見せていきます。4八桂ないと銀を取られる手はあるんですけど、同金と取っておけばまだこっちの玉は大丈夫ですね。7七桂成も同桂って取る手もあるので大丈夫ですね。相手の方はここで6三金と逃げるような手もあるんですけども、6三金にはこっちは5二銀からこう攻めていく手もあるのでなんとかなるかなと思ってました。で本譜飛車打ってきて、ここで3七銀打ちとか受ける手も考えたんですけども、この瞬間結構相手玉が危ないかなと思ってこう詰み筋を探してたら、相手玉積んでたので、この瞬間結構気持ちよかったですね。しかも結構気持ちいい積み筋で、ぜひ考えていただきたいんですけども、実戦でさせると結構気持ちいいですね。本譜はちょっと遠回りしたんですけども、ここ最短でいけば後手で積みますね。本譜ちょっと遠回りしたんですけど、積み筋は同じなんで、大体同じ感じになります。本譜は5二取って金取ったんですけども、これ別に金取る必要はなかったですね。金打って逃げた手に、この角を打つ手が急所で、これ同飛車か7一玉と逃げるしかないんですけども、どちらも7二銀と王手していけば詰み筋ですね。なんで相手の方はここで投了となりました。というわけで次が2局目ですね。2局目は相手の方の中飛車、ご機嫌中飛車の将棋です。この将棋は終盤でハプニングがあったりしたんですけども、3切れらしい熱戦ということで見ていただければ嬉しいです。対中飛車に対して使える手筋も出てくるので、よければご覧ください。で、こっちは穴熊にしました。穴熊以外にもいろいろ作戦はあるところなんですけども、自分は結構穴熊が好きなので、ここから穴熊に組みに行きました。で相手の方の作戦もいろいろ考えられるところで、穴熊にする手もありますし、美濃囲いにする手もありますし、それぞれ美濃囲いの中でもいろいろこう形が違ったりとかあるんですけど、相手の方は穴熊にしてきました。こっちはこんな感じで固めていく感じですね。とりあえず固めるまで、玉が固まるまでは戦いを起こさずにひたすらこう玉を固めることに専念します。こんな感じで銀もくっつけて4枚でこう囲っていくのが一つよくある戦い方ですね。で相手の方もこっちも飛車を中段に置いて、こう飛車の横利きを利かして戦っていく感じになります。でこの銀をくっつけて金をくっつけて、これで囲いが完成ですね。これで囲いが完成したんで、この後は戦いを起こしていきます。歩をついて、さらに歩をついて同歩なら3一角成と馬が作れる狙いですね。なんで取りにくいので、相手の方はここを取らずに、本譜は4二角と角を左斜め下に1個引いてきたんですけども、それでどうかっていう将棋ですね。引いてきた手に、本譜は飛車先の歩を突き捨てました。激しい戦いがちょっと起こりそうなので、激しい戦い起こる前に飛車先の歩を突き捨てておくといいっていうのが一つセオリーなので、相手の方は取らずに角を出てきたんですけども、飛車を回って4三飛車成を見せていきます。飛車が成れるとこっちが良くなるので、飛車回って受けてきたんですけども、こっちは歩を取って
まあ、同角なら同角で同飛車に4三飛車成っていう手があったので、相手の方は飛車交換して飛車を打ってきたんですけども、まあこっちも飛車を打って、この展開は6四の拠点が結構大きいので、まあまずまずなんじゃないかなと思ってました。まあ次にこう6三に桂を打ってこう金を狙うような手もあるので、ただ相手の方のこの桂も待望の一手で、金を逃げた手に桂馬を成れば銀が取れる形ですね。まあ、こちらとしてもこう相手の方に攻められる前にこうどんどん攻めていきたいので、ここは反撃というか、まあ攻めていくチャンスかなと思ってました。まあ攻めるならやっぱりこう6四の拠点を生かしていきたいので、まあそれを生かすためにも6三から駒打つ手を狙ってました。まあ具体的には6三桂と金取りに打つ手を狙ってました。ただ怖いのがこれ6三桂って打った時に同銀同歩ない時に8六角と取ってきて、まあ、そこで同歩って角を取ると6三金とと金取られてちょっと微妙な感じになるのかなとも思ってました。なんで同銀同歩なり8六角と角を取ってきたらもう7二とと金を取って踏み込んでどうかっていう感じなんですけども、まあそう激しい攻め合いに持ち込めば、まあこちらとしても指せるのかなと思ってこの順に踏み込みました。まあ、相手の方がここで考えてるのもそういった展開がどうなのかっていうところも一つ考えてたのかなと思います。まあ本譜取ってきて同歩なりに8六角と角を取るのはちょっと危ないと見て同金と取ってきました。これなら角を取って同金でさらにこう守りの金をこう玉から遠ざけることができるので、まあまあ十分かなっていうところで、さらに6二歩と打って攻めていきました。まあ、同金なら相手陣が乱れて7一銀と打って攻める手もありますし、放っておくと6一歩成とと金攻めができるので、まあこちらとしては大きいっていう感じですね。やっぱり穴熊はと金で攻めていきたいので、まあ、こんな感じで歩をうまいこと使って攻めていければっていうところですね。で、相手の方としては6一歩成をこう簡単には許せないので角を打って受けてきました。これで6一歩成には同金と取れるようになってる感じですね。これ角打たれた局面が結構難しくて、なんか思ってたこの局面まあ指せるのかなと思ったんですけど、実践的にこう割とこうどう指していくか悩ましかったですね。こちら角打ち込んだんですけど、これ次7二角成同金6一歩成ってしても金取りにならないのでちょっと微妙なところもあります。この歩成次6一歩成となっても金が7二に上がってるので金取りにならないんですよね。なのでちょっとこう攻めが空振ってしまってる感じもあるのでちょっと難しいところ。本譜は角を打って成桂と金の両取りをかけて金取りを受けてきた手に成桂を5八角と成桂を取りました。まあ、さらに6七歩成に同角とこう手順に取ってこう自陣を乱さないようにして、で取った桂馬を使って攻めたんですけども、これ5四金とまっすぐ上がられるとこれ6四歩で角取りに歩を打てればいいんですけど、それ2歩で打てないので結構攻めが難しい、継続が難しい感じになってますね、この辺りは。なんでまあしょうがないのでと金作ったんですけども、相手の方香車を打ち込んできてどうかですね。でこちらも銀を絡んで攻めていきました。角取ってくる手には同銀と取っておいて、桂馬を打ってくる手には歩を打ってこう竜の利きを止めておきました。で相手の方は桂馬取ってきて、こっちはと金を引いて活用していきます。銀取ってくる手には角取って同金なら7一竜とこう銀が取れるっていう攻め方なんですけども、相手の方は銀繋いできて、こっちはもう竜逃げてる時代じゃないので、まあこんな感じ銀繋いで取って同銀なりで、ただ金打たれた形が結構寄りにくいのでこの辺り難しい勝負だなと思ってました。本譜は角を打って、まあ自陣に利かしつつ6三の金を狙って、金引いてきた手には香車を打って6五歩と打ってきても同香同金6三角ないと金を取れる感じですね。飛車を打つ手には、まあ、銀をがっちり打っちゃって桂成に同銀と取れるようにしておきました。で相手の方はさらに桂馬を打ってきてこう8七の銀取りにしてきて攻めてきた感じですね。まあ、ここでこう攻め合いに行くのは6四香と金を取って攻め合いに行くのは危ないと見て、一回銀を引いて桂成に同銀と取って守りを固めて、竜を引いてきた手にこれ金取ろうとしたんですけど、タップミスして1個前で止まっちゃって、で相手の方その瞬間に角打ってきたんですけど、まあ、桂馬止めてって桂馬で竜止めてって感じですね。今竜で金香車で金取れてれば、まあ、こっち勝ててたかなと思います。本譜はここで飛車を突っ込んできて、まあ、同銀は同桂ならずが王手になるので、ただまあここで放っておけば寄りが難しいのかなと思って金を取りました。で香車を取って相手の方攻めてきたんですけども、金打っておけばこちらの陣形は大丈夫ですし、相手玉は6三角成から一手一手なのでこちらの勝ちですね。